東京都選定歴史的建造物は東京都景観条例に基づいて選定される建造物である。選定基準は原則として建築後50年を経過していること、東京の景観づくりにおいて重要なものであることできるだけ建築当時の状態で保存されていること外観が容易に確認できることの4点である。選定された建造物は 建造物周辺の歴史的景観保全の指針が適用される。文化財保護法、または東京都文化財保護条例に基づき、日本国、または東京都の文化財に指定、または登録された建造物は選定の対象とならない。ただし、選定対象外の建造物、史跡、名称で特に歴史的景観の形成上重要なものは、 景観上重要な歴史的建造物等に指定して歴史的景観保全の指針を適用する。また、重要文化財など文化財指定に伴い、選定解除になった建造物にも歴史的景観保全の指針は引き続き適用される。東京都にはこれとは別に東京都指定文化財がある。立教大学本館 DN タワー21翼府開本館。 東京ルーテルセンタービル2019年5月現在77件が指定されている。現況欄の特記のないものは国指定。都選定歴史的建造物一覧東京都都市整備局。景観上重要な歴史的建造物一覧東京都都市整備局。ありがとうございます。